ちは。今日は12月のある日の1日を久しぶりに Vlog 撮っていきたいと思います。で、今日のやることなんですけども、今日結構ねデスクワークも溜まっていて、あと面接もあります。これはブレアのスタッフの面接とか女の子の面接じゃなくて、会社の今日事務方の面接もあったりとか、まあ、ちょっとね出勤前にやることがたくさんあるんですが、とりあえず朝ので、コーヒーいっぱい作りながら、そしてパソコンでデスクワーク始めていきたいと思います。では早速コーヒー入れていきたいと思います。豆は結構家にいっぱい置いてあって、今あるの4種類なんですけど、これは一番ねよく飲んでるのは神保町に出したコーヒーバーオレンジのマイルドブレンド。これはお店で出しているコーヒーの中で一番一般的な豆で、これは飲みやすくて使っています。ホット用とアイス用があります。あとはこれお土産でもらったコスタリカのコーヒー、もうこれあんまなくなっちゃったんですよね。これもたまに飲んでます。あとは最近もらったのはこのイタリアのねエスプレッソ用に作ってるこの豆です。これもねすごくいい香りなんですけど、これ最近もらったんです。すごいこんな感じですね。あ、香りが伝わればいいのに私の家は引く機会がないので、今度神保町に持っていくときに引いてもらおうと思います。今日はねマイルドブレンドって言って一番スタンダードなこの豆を使っていきたいと思います。この豆も気に入ってるんですが、このハリオのコーヒーを入れるコロセットも気に入ってます。2人で飲むんだったらね、だいたいこのぐらいまで作るんですけど、まあ、1人用だったらこれぐらいで、あ、そうだ、実はここに冷蔵があるんですけど、アイスコーヒーも作りました。これは外はブルーボトルのねコーヒーのあれなんですけど、これはそのアイス用の豆をこうやってポタポタさせて、でこのぐらいまで作って、そして冷蔵庫で冷やしたものです。家の中だと暖房効いてあったかい時もあるんで、冬でもアイスコーヒー飲むんですよね。あ、ももくん、ももくん、よいしょ、おいで。ももも元気にね暮らしてるんですが、なんと12月で5歳になりました。あのね、ミルクちゃんも5歳になりましたね。ちょっと太った？太ってない。うん、カメラあそこだよ。こっち見てる？見てない。はい、ちょっと毛が伸びてます。来年1月にねまたトレーニング行く予定です。足元にミルクちゃんもやってきました。あ、逃げたはい、ミルクちゃんも5歳になったね。ミルクおいで。わあ、ツンデレだね。ミルクぴったりです。なんか声で気持ちいいじゃあちょっとね仕事に戻ります。今日は朝一に不動産屋さんとのズームミーティングがこれからあります。で、今借りてるね事務所が来年の6月で定期借家が切れて、そこオーナー変わってこれからビルを売るっていうことなんで、出てってほしいということです。実は自宅も6月前なんですよ。ないんですよ。だから家探ししてるって伝えしたと思うんですが、家探し始めてまだ1ヶ月ぐらいかななんですが、同じ時期に事務所もね変わることになったので、家と事務所両方で今は探してます。条件ねお伝えしたんですけど、今の事務所結構ちっちゃくて、でそれがだんだんねこう8年かけていろんな仕事増えてきたので、だからちょっと広さも広くして駅からも近いとこにして、でなんか今度はねミーティングスペース作りたいなとか、あとはまあ在庫もねカフェがいっぱいあるからストックの棚も欲しいなとか、ちょっと今はそうやってね、レイアウトみたいなのも考えてます。だからいい事務所をねあったらいいんだけどな。場所はだからね場所も難しいですよね。私が引っ越す家が決まってないから、家から近いとこに借りたいと思ってるけど家も決まってないし、っていう感じなんですが、まあ、だけど事務所の方がたくさんあるので早く決まりそうですね。家を決めるのめちゃくちゃ難しい。全部のなんかイメージに合うとかなかなかないんで、まあ、ちょっとサクッと事務所決めてから家引き続きね来年の春頃までにね決めたいなと思ってます。
はい、ミーティング終わりました。今日1時間しっかり聞いたんですが、なんか今のところピンとくるところはなかったですね。まあ1回目なのでもうちょっとこう詰めて条件伝えました。例えばね、こういうところがいいとか、こういうビルは嫌だとかね、それ詰めたんで、今度の2回目のミーティングの時には内見に行きたいなって思えるようなところがなんだか出てきそうな気がします。はい、で今日は他にもやることが結構たくさんあって、年末なんで領収書の整理とか、来年年明け確定申告からのその準備とか、まあそういったのをちょこ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 今から、ね、やりたいと思ってます。でこの後はお昼過ぎに面接が1件あって、そして今日はちょっとね早めに銀座に行こうと思ってるので、家で支度したいなって思います。これから会社でジムのスタッフ1人面接させてもらうんですが、私の会社ってこのブレアっていうのを作った後にブレアドゥっていうのできたし、クリニックもできたし、あと美容室もあるしで、会社は同じ場所にあるんですけど、どん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 業務内容が増えてきて、でそれに伴ってスタッフの、ね、会社の事務方も1人増えて今、ね、4人でやってるんですが、まあ、今回、ね、ちょっと経理できる人っていうのを募集して、で1人取りたいな、いい方いたらいいなと思ってるんですが、経理の仕事ね、今までね1人いるんですが、ちょっとやっぱね会社のなんかこう中でもう1人いた方がいいなと思って、それもねクラブの仕事だけじゃなくて増えてきたので、今回は2人目の人って、いい人がいたらいいなって思ってます。これから応募者のレジュメをチェックしたいと思います。で今回新しく今日会社来たら何件か増えてて、レジュメと履歴書全部目を通してるんですが、何回か求人したことあるんですが、本当にね全く全然応募自体がね少ないと言うと、もう今回はね、多いかなと思ったんですが、12月の掲載にして来年から、働ける方を募集していて、もう今2週間掲載終わったところで、ちょっと面接を今週から始めようと思ってます。いい人いたらいいですね。面接が終わりました。とっても感じのいい方が来てくれて、あと今週ね5人以上残ってるので、まあ1週間ちょっと様子見させてもらって、後日来週の頭ぐらいに連絡させてもらおうかなと思ってます。でこの事務方の方は私が面接させてもらってるんですけど、例えばブレアの女の子の面接とか、あと男性スタッフの面接は結構ね現場のスタッフと分担してやってます。特に女の子の面接は私今ほとんど出てないんで、まあ紹介の方とかね、あとママクラスとか売り上げある方は私も立ち会わせてもらってるんですけど、基本的には正社員の男性スタッフ取る面接は、全部自分でやってます。じゃあちょっと家に戻って作業続けます。今日はもうすでに化粧を済ませてるんですけど、いつもはこうやって髪の毛をしてもらってる間に自分でお化粧してます。だいたい全部は1時間10分ぐらいなんで、とても早くて助かってます結構着付けだけって方多いですよね。なんか着付けだけとか、ヘアメイクだけとか、出張でさんと、ね、ヘアメイクさん分かれてるケースの方が多いと思います。だから分かれてなくてお一人で着付けとヘアメイクを両方できる方ってね、あんまりいないのですごく助かってます。この髪の毛を逆毛を立てるんですが、この中にこの鳥の巣みたいなスキゲっていうんですけど、それを入れて髪の毛のかさ増ししてもらってます。まあ、こんだけ髪長くてもですね、地毛で全部ボリューム出して賄おうってすると、まあちょっとね和風の髪作るときちょっと物足りないなって感じがするので、ある程度下にこうクッションみたいな形で、中に入れておく方がかなりかっこよく髪の毛が出来上がります。これは美容師さんの私物なんですが、まあ、これがねスキゲっていうものです。髪の毛の色に結構似てますよね。これ別に和装の時だけじゃなくて、洋風にドレスの時、アップの時もこれ入れたりするんです。今日はこのかんざしを使います。かんざしも結構いろんな種類
あるんですが、最近こうハンドメイドのかんざし可愛いなと思って使ってます。これはねネットで見かけて買ったんですよ。だからその作った方にお会いしたこともないし、全然どんな方かもわからないんですが、ネットで見て可愛いと思ってこれ買いました。お花がねとても繊細です。ママおいで、こっち、ほら、うん、そっちなんもないから、ほらおいで、無視しないで、かわいい。さっき個室で来年の YouTube 撮りました。これから今日はですね、事務方の忘年会があって、事務のスタッフと、あとはダリアキンタスキンクリニックの看護師と受付の女の子たちと今から忘年会です。去年は別々にしたんですけど、今年は同じ日程でやろうということで、今から銀座のお店に向かっております。今日の選んだレストランは銀座のもつ鍋屋さんなんですけど、12月に新しくできたところで、今までどこ行ったかな、みんなで焼肉も食べたことあるし、銀座のお寿司屋さん貸し切りしたこともあるし、毎年テーマを決めてやってるんですが、今年からね新しくできたっていうことなんで、その美味しい美味しいもつ鍋屋さん楽しみですね。ただ私この後仕事なんで、めちゃめちゃニンニクらしいんですけど、大丈夫かな、ちょっとそこだけが不安ですね。美味しそう。美味しそう。うん。これ何味？味噌。醤油です、ね。あ、醤油か。はい。そしてこっちが味噌味です。じゃあお願いします。私ちょっとアレルギー豆腐だからそれ以外で。うん。ありがとう。いただきます。私の方のテーブルが醤油味で、反対側が味噌味です。うん。うん。うん、プリプリで美味しいです。うん、結構ニンニク効いてますね、噂通り。これ結構仕事中あれかも。うん、美味しい。うん、なんか濃厚ですね。お鍋の出汁が。ということで、今回はある日の年末の一日の様子をお届けいたしました。また次回の動画でもお会いしましょう。バイバーイ。